始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバ工場のアンデです。今回も言い訳ごっこを前回の続きから遊んでいきたいと思います。それではゲームスタート、やっていきましょう。お、居酒屋で女性が入ってるトイレを開けちゃった。絶望には音があるだろう。おい、鍵かけろよ。なるほどね、逆ギレパターンってことか。じゃ逆ギレしてみるか一回。さすがにね、さすがに怒られるよね逆ギレしたら。でも逆に女性からしたら、何これ人怖い、すいませんでしたって言って事なきを得るパターンになる可能性もあるんで見ていきましょう。怖いお兄さんの彼女だったらしく、後でボコボコにされました。じゃあ酔っ払っててすみません、いきます。これで許されるをもうちょっとさすがにできてるお姉さんすぎるけどな。うちも鍵かけ忘れてごめんねと許してもらえた。あのパンツ見えて。ラッキーじゃん、許してもらえる、かつパンツも見れる。なんていい居酒屋なんだ。言い訳33、借金してることが夫にバレた。すぐに大金持ちになるわ、あなたの稼ぎが悪いからよ。どっちも目がいってるって。え、でもいや、すぐに大金持ちになるわ、これでいきたいと思います。強気な姿勢大事だと思ったけど、そんなことなかったわ。 FX すれば大金持ちよ。というと愛想をつかされ、そのまま離婚コースへ。ああ、夫の方が現実見てるタイプだったんだね。じゃあ、あなたの稼ぎが悪いから。いや、これ言い訳成功なのか。夫も怒るだろ、こんなこと言われたら。ふざけるなって言うだろ、絶対。早期退職金で返済しよう。と、内気な旦那が突然の男気。いや、よくわからんわ。そんなもんなの、早期退職金ってそんなにもらえるの。いくらより借金があったのか分かんないけど、ゲームに大量課金してるのが親にバレただって。うわ、これ結構絶望的じゃない。全然少ない方だよ、バイトして必ず返します。いや間違いない、誠心誠意土下座する姿勢、俺それが大切だと思う。お金は返すように念を押されたけど、なんとか許してもらえた。よし、もうちょっと課金してから。終わってるわこいつ、もうやめられないよ課金の楽しさに。部活やめたいけど顧問が納得してくれない。あ、これわかるわ、無駄に力を入れてる部活動とかね。おい、うちの部活に入ったらもう3年間やめるとかないからね、みたいなことを言われて入部させられるんですよ。まあ、そんな時の対処法としてはもう正直言ってあげましょう。全国行ける気がしません、こんな部活でうまくいくわけ。じゃあお前だけ特別メニューな、と地獄の特訓が始まった。じゃあ受験のために勉強したい。まあ、確かに定番ですよね、辞める時の言い訳といえばこちら。東大を目指すんですというと、それは我が校設立以来の快挙になるぞ、頑張れとか。受験だけはしておこう。水商売してることが両親にバレたらって。あ、なるほどね、海外旅行をプレゼントしたくて、トークスキルを身につけたくて、まあ、どっちだろうな。いやでも、トークスキルを身につけたくてはさすがに不正解だと思うんで、こっちから見ていこう。トークスキルを身につけた結果、両親は何て言うのか。それなら芸人になれ。なんで芸人になるんだよ。トークスキルってなんか面接とかのあれとかじゃなくて、そういうことなんだ。しかも喋ってるのなんでやねんだけやし、いらないじゃんトークスキルなら。じゃあ海外旅行をプレゼントしたくて、これはもう両親大喜びよ、泣いて喜んでくれるでしょ。なんて親思いなんだと感動され、説教はなし、天然だよね、助かったわ。友達から飲み会に誘われたけど行きたくないな。うわ、なるほどね、確かにそういう日もありますよ。ごめん今日デートだわ、金欠だから無理。いや金欠だから無理でしょ、これ俺よく言われるもん、飲みに誘ったり俺が断るとき、俺が貸してるから来いよと怖い先輩に説得されて参加することに。パンチキック。そりゃ怖いわ。じゃあごめん今日デートだわ、これで行きたいと思います。本当は彼女なんていないくせにね、デートなら仕方ないなと見逃してもらえた。よし、いや。お、言い訳38、先生からこの問題わかると聞かれたけど何も聞いてなかった、〇〇くんの方が得意です。責任転嫁ね、行きましょう、俺はクズになるぜ。あれ正解じゃん、マジそうか、それなら〇〇答えてみろと別の人に振ってもらえた。よっしゃ、しのいだぜ。先生も先生だろこれは。お、言い訳39、上司の悪口言ってるところを、ね。まあどうしよう、仕事がきつくてつい周りに合わせて言ってました。またクズパターンがあるぞ。
周りも巻き込んでやるわ。俺だけ怒られるなんて納得いかないもんな。言ってやろうぜ。すぐ上司に嘘がバレ、周囲の人からも冷たい目で見られる結果に、あ、もうこの会社にいらない。仲間がいなくなってしまった。じゃあ仕事がきつくて強い、これでいきましょう。多分上司も考えてくれるんじゃないかな。そう言ったら、最近たくさん仕事任せたもんな、悪い悪いとあっちから謝ってきた。おおお、とがめなし。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。